ドカンルーム。鹿児島ユナイテッド FC サポーター部、マッキーのロッカールームです。鹿児島ユナイテッド FC スタジアム DJ のマッキーです。今日もユナイテッドを一緒に応援していきましょう。ユナイテッドサポーター部の皆さん、応援部活動、応援メッセージお待ちしています。さあ、鹿児島ユナイテッド FC 前節はホームで SC 相模原と対戦いたしました。アウェーですね、アウェーで対戦しました。こちら0対1で勝利しました。シュート数を見ていると、相模原3に対して鹿児島22とシュート数で圧倒しました。鹿児島しっかりクリーンシートで勝利できたのも本当に良かったですよね。そのクリーンシートにも大きく貢献しました。センターバック小野寺健也選手、今日はインタビューをお届けしたいと思います。この夏の移籍で栃木 SC から期限付き移籍で加入いたしました。それでは小野寺選手、お願いします。ユナイテッドサポーター部、マッキーのロッカールーム、今日はこちらの選手の登場です。では自己紹介をお願いします。鹿児島ユナイテッド2番、小野寺健也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。お願いします。はじめまして。さあ、鹿児島に来て今1ヶ月ぐらい経ちました。3週間ぐらいですね。慣れましたか、鹿児島。まあだいぶ最初よりかは慣れましたけど、やっぱこの暑さには体がすごい応えてます。やっぱ違いますか、鹿児島の暑さって。暑い、やっぱ日本全国どこも暑いですけど、なんか暑さが全然違くて、まずここに来た時点で選手のみんなの尋常じゃないほど黒くてあ、すごいなって、そこがすごい第一印象というか一番印象に残ってます。確かにみんなもいい色ですよね、日焼けしてね。なるんですよ、小野寺選手もそろそろ。いや、言われました、それは。お前はまだ鹿児島に慣れてないんだと黒さから入る有田選手に言われました有田選手間違いないですね黒いですもんね鹿児島、まだ鹿児島人じゃないと。そうですね、はい、心はなってるつもりなんですけど。本当ですか。もう鹿児島、体の見た目から入ってますもう心はじゃあ鹿児島人になってるんですか。そのつもりではいるんですけどね。食べ物とかどうですか、です鹿児島食べ物。いろいろ食べましたよ。鶏刺し、 お肉、魚。結構鶏刺し好きで、お、昔というか、まあ、大学の時くらいから食べて、それもなんか鹿児島の鶏刺しを食べてたんですけど、実際こうやって普通の肉屋さんでポンって置いてあることにすごいびっくりしながらも結構食べてます。昔から好きだったってことはもう来る運命だったんですね、鹿児島に。そうですね、導かれましたね、きっと。鶏刺しにねそうですね、よかったです。よかったです、来てもらってよかったです本当に、はい、あのサッカーの話を聞いていこうかなと思うんですが、この夏鹿児島ユナイテッド FC に夏の移籍で期限付き移籍ということで加入しましたけれども、ちょっと小野寺選手のことをあの振り返っていただきたいなと思うんですが、神奈川出身なんですね。はい、神奈川です。から明治大学に行ってモンテディオ山形、栃木 SC、そして鹿児島ということでいらっしゃったわけですけれども、小野寺選手のもうほんとちょっと強さっていうのはもう見ればわかるっていう感じなんですが、ストロングポイントって改めて教えてもらっていいですか。ストロングポイントは攻守においてのヘディング、空中戦っていうのがすごい得意です。なんかちょっといろいろ調べてたら、ヘディングでハットトリックしたことあるんですかやめてください、本当に。あります。本当に。あれは本当です。本当なんですか。こっち来ても、はい、ハチ君にいきなり、お前ヘディングでハットトリックしたらしいなみたいなことこぞって言われて、ハチ君もどっかで情報を入手したのか知らないですけど、すごいそれをなんか、まあ、広げ始めて、うん、
合宿本当にやめてくださいみたいな、大げさにしないでくださいって言って頑張ってとどめてるんですけど、うん、なんかネットでも出てるみたいで、そうそうそう出てました。そうですね、まあ、あの頃はって感じですけど、高校です。高校2年生の時ですね。高校2年生の時ですか。いや、でも本当、あの、ヘディングの強さは、今も健在で、ものすごく、強さを見せている小野寺選手なんですが、鹿児島に、この、移籍しようと決めた理由って、どんなことなんですか？栃木で、なかなか試合出れてなくて、その中で鹿児島さんが声をかけていただいて、まあ、すごい必要としてくれましたし、まあ、自分としてもやっぱこうやって優勝争いしてるチームに加わることで自分が少しでも力になって優勝に導けたらなという思いがすごい強かったんで、そこはもう強い覚悟を持って決めました。もう移籍してすぐにスタメンで入って、で、存在感を見せていますけれども、前節も SC 相模原戦は1対0で勝利しました。小野寺選手の活躍も光りましたけれども、前節のこの勝利を振り返っていかがですか？そうですね、相模原とのその、前期の試合、ホームの試合では相模原にすごい悔しい負け方をしたと聞いているので、すごい選手たちもそれを口ずっぱく、取り返すぞやり返すぞというような言葉をすごいしたんで、まあ、自分はそこには立ってなかったですけど、やっぱ同じ温度で同じ気持ちで戦わなきゃいけないですし、そういうなんだろう、シーズンダブルは決してこうやってリーグ戦で戦っている以上してはいけないと思うので、まあ、そこはもちろん勝つ気持ちで強い気持ちを持って戦いました。で、前々節ですね、松本山雅戦は自分のところでも失点してしまった場面もあったので、まあ、広瀬選手とも話してしっかりまず守備失点しないというところを声かけ合いながらしっかり臨めました。まあ、それもあってやっぱ失点ゼロで抑えることもできましたし、まあ、前線の選手のやっぱ素晴らしいゴールっていうのがあっての勝利だと思います。広瀬選手といろいろコミュニケーションを取って今もいい連携が取れてますか？そうですね、基本何でも話してくれますし、何でも聞いてくれますし、お互いなんだろう、すごいやってきた時間は短いですけど高め合える存在というか、学べる部分もたくさんあるので、すごいいつも見て学んでいます。そうですか、なんかいいコンビネーションで、先ほど会見で実は監督の小野寺選手が来てくださったことで、ディフェンスが引き締まったっていう表現をされていらっしゃったんですね。なのでチームとしても本当に今もうすでに存在感が大きいなという印象があります。小野寺選手、今後その鹿児島の一員としてどんな風にこう成長していきたいですか？そうですね、もちろんその個人の成長もそうですけど、やっぱりこのチームとして一つ上のカテゴリーに行くっていうのもやっぱ自分今年の目標の一つでもありますし、チームと共に成長するっていうのがすごい大事になってくると思うので、まあ、自分はまだその昇格ということを経験したことがないので、そこに向けてやっぱ経験じゃないですけど、少しでもこういう一試合一試合のそういう雰囲気だったり、優勝争いしてる雰囲気だったりっていうのをすごい噛み締めながら、やっぱそういう時に何だろう、些細な声とかコミュニケーションですごい変わってくると思うので、そこを自分がなんとかいい方向に持っていければなと思います。さあ、次節は、FC 今治との対戦、ホームゲームになりますけれども、8月28日日曜日18時キックオフ、こちらの今治戦について意気込みを聞かせてください。今治多分今すごい調子いいですし、まあ、もちろんこっちも優勝争いしている中、やっぱり一つも落とせない状況ですし、やっぱり今何よりチームとしてすごい調子がいいので、チーム一体となって戦えているので、やっぱそれを継続していいところは継続しながら、できなかったポイントはしっかり修正しながら、まあ、今週もしっかりまず練習入れているので、そこはしっかりまずホームですし、やっぱたくさんの応援サポーターが来ているっていうのはすごい前回のホーム戦の松本山雅戦でもすごい自分は感じましたし、そのためにも絶対勝ち点3を取って勝ちたいなと思います。はい、ぜひまたホームで一緒に勝利しましょう。
頑張ります。はい、よろしくお願いします。じゃあ、サポーターの皆さん、きっとこのラジオ楽しみに聞いてると思います。サポーターの皆さんにメッセージをいただけますか？そうですね、まだ鹿児島に来てすごい短いですけど、すごい鹿児島の方の優しさ、そしてサッカーに対する熱さっていうのをすごい感じてますし、それに対してやっぱ選手たちはすごい応えようと必死に頑張っているので、ぜひ最後までこの鹿児島ユナイテッドと一緒に戦ってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。共に最後まで戦って、最後はみんなで笑顔で優勝しましょうね。そうですね。はい、さあ、では小野寺選手のユナイテッドリクエスト、どんな曲を選んでくれてるのか楽しみにしていますが、これどんな時に聴く曲ですか？僕結構試合前とかあんま曲とか聴かないんですけど、はい、まあ、基本車の中とかふとした時に聴くんですけど、まあ結構昔から聴いて、なんだろう、リズムが好きというか曲調が好きというか、そういうような、なんか、まあ理由という理由はないですけど、やっぱフィーリング的にすごい自分に合ってるかなっていうような曲です。じゃあその曲をかっこよく DJ ケンヤ紹介をお願いします。どうぞ。デフテックのマイウェイです。ちょっと噛みましたね。バレました。いい感じでした。なんかちょっとキャラが出てた。ありがとうございます。大丈夫ですよ。マイウェイ行きましょう。ということで今日は小野寺ケンヤ選手でした。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。